なぜだかいつも男性から特別愛されされる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。なぜだか軽く扱われてしまう人がいる一方でね、なぜだか特別扱いされる人もいる。この違いは一体何かという問題なんです。まあ、社会的な立場であるとかね、まあ容姿の問題とか年齢の問題とかいろんな要素があるんだけども、まあ、集約すると大体この4つだよねというお話をね、今日ご紹介をしていこうと思っています。もちろんこう特別扱いされる以前の問題でね、まあ、好きと思われるかとかね、まあ、興味をどう思ってもらうかみたいな、もうちょっと入り口の話についてはね、こういう動画を過去にご紹介差し上げたんで、いやいやちょっと待ってと、もっと入り口の話を知りたいんだという方はね、まあ、こちらの動画を見ていただいて、リンク先はこちらに出てるんでね、まあ、こちら見ていただいてからね、この動画に戻ってきていただいても結構ですので、まあ、今日は4つのポイントから、まあ、男性がね、特別扱いをついしたくなってしまうような女性がやっていることというかね、まあ、特徴的なことということです。もちろん状況環境に応じてね、ここの、ここでご紹介差し上げる4つが全て当てはまるかというとそういうことでもないので、あなたと彼との関係性とかね、今のあなたの状況環境によっても違うので、個別具体的な問題についてはね、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、詳しいお話をね、お伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のための取り組みを一緒にしていくこともできます。リンク先こちらに出てるんでね、まあ、これはこちらの方からお申し込みくださいませ。ということで、特別扱いをねされる女性がやっている、まあ、4つのことというかね、共通する4つのポイント何かというと、1番目はこちらです。はい、正しい相手選びっていうね、言ってしまうと身も蓋もないんですが、実はこれが一番重要で、ここさえ押さえておけば、実はまあ今日ご紹介させているこの後の2番3番4番ってね、打足にしか過ぎないんですよね。どんなにね、あなたが思いを込めて話そうが、手練手管をね駆使して彼の心をこちらにね振り向けようとしようが、まああなたのことを大切に思わないというか特別扱いしないやつっていうのはいっぱいいますからね。そこに向けてね、無駄なエネルギーをバン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 注いでところで疲れるだけだったりするんでね、その上ね、最後の最後は私特別扱いされない、あの人たちはひどいみたいなね、いやだからそういう話じゃなくて、そもそも君の方向いてないからねっていう話だから、そこはだって逆の立場でね、やっぱりあなたも特別扱いしたくないなって思う人ってやっぱり世の中にいっぱいいたりするわけじゃないですか。その人たちに俺を特別扱いしろやって言ってね、いや何言ってんのっていう話で終わっちゃうだけの話だから、そこはやっぱり相性の問題とか、まあね、お互いのこう関係性の問題っていうのもあるし、やっぱりお相手はお相手のね選択っていう問題があるわけで、だったらね、やっぱりあなたのことをちゃんとね特別してくれる、特別扱いをしてくれるような方っていうのもやっぱりいらっしゃるわけですよ。そこにねしっかりと目を向けることができるか、それは、人間的に誠実かどうかとかね、社会的な立ち位置はどうとかこうとかっていう細かい話は横に置いといて、まずやっぱりあなたのことをちゃんと見てくれて、あなたを特別扱いして、あなたをね本当に大切に思ってくれる人、そういう人がいるんであれば、まずそっちにね目を向けてみる。また今はねそういう人が、いなかったとしても、まあ、そうなってくれそうな人と関係性をちゃんと作っていくことができるかどうかというところに目を向ける。だからね、まあ大体こういつもね、私安く扱われるんですとかね、私どうもねいけないんですけど、おかしな男の人にばっかりで引っかかるんですとか言う人いるんですけど、いやお前がそういう男に言ってるからだろっていう、ただその一言で終わってしまう話だから、だからまあこういう男にはね気をつけなさいという話ここでしましたよね。まあ今お付き合いしてる相手であったとしてもね、こういう人と一緒にいる限りね、こういう人に特別扱いしようと思っても、ほら無理だわねっていう話だから、こちらね画像、リンク先こちらに出てるので、まずはちゃんとねあなたの方を向いてくれて、あなたを特別扱いをしてくれるであろう人を目を向けて、まあそういう人とのね、お付き合い関係性を作っていってはどうですかと。まあじゃあね、そういう人はどこにおるんだとか、そういう人どういうふうに見極めればいいんかっていう話については、まあこのチャンネルの中でもね、まあいくらでもしてるんで、まあ他の動画見ていただくとか、まああとはまあ僕のね、ところに個別でご相談いただければね、ご来ていただければそういうお話もね載らせてもらうので、まあまずは相手選びというところがもう肝心要、一丁目一番地ということになります。さあという上で、2番目に入っていきましょうか。そうするとまあ
こういうことですよね。ちゃんとね、ご自分のことを優先しているかどうか、別の言い方をするとご自分のことを大切にしているかどうかということですよね。なんで特別扱いされないのかというと、結局あなたが自分自身を大切にしていないというか、自分自身を特別していないというか、自分のことを優先していないからですよね。常に、彼優先とかね、状況環境を任せ、その場その時の、空気に流されていってしまうと、あ、別にこの子は特別に扱わなくてもいつでもいいんだとかね、あ、この子は適当な感じで合わせてくれるからいいか、なんとなくこっちに向いてくれるからいいかっていうふうに、必然的に軽い扱いになっていくじゃないですか。いやいや、何言ってんだと。私はね、あなたのことよりも私は今向かうべきところがある、自分は歩むべき道がある、こっちに向かって歩いてるんだから、ちょっとあなたのことは待っときというふうに、言えるぐらいちゃんと自分のことを大切に思い、自分のことを優先しているかどうかですよね。だからこそ、お相手としてみれば、あ、この人はちゃんと自分のことを優先していて、その合間の中で、ちゃんと自分に向き合ってくれてるんだな、じゃあその合間をね、やっぱり大事にしてもらうためにも、俺もちゃんとそれに応えられるように、彼女をちゃんと特別な扱いをしようねっていう話になっていく。あなたの身の回りでもね、やっぱりこう常に誰かから特別扱いされている方っていうのは、やっぱり自分の道をねしっかり歩んでるというか、自分のことを優先しているというか、自分をちゃんと大切にされている方じゃないかなと思うんですよね。だからそこをちょっとね、自分のことを予想に置いて、もうね、彼にみんなお任せとかね、やっぱりこうその場その時その状況次第という形でやってしまうと、お相手だってね、あ、じゃあいいんだそんな感じでっていうふうに、別に特別に扱わなくてもいいのねということで、話終わってしまうから、そこはね、お気をつけになった方がいいのではないでしょうか。だからこれもね、やっぱり、どうしてもね、こう好きになったりとか恋愛感情にスイッチ入ってしまうと、で自分のことをないがしろにしてしまいがちなんだけども、そこでもね、あえてやっぱり自分のことを優先してしまうという、優先するというか、恋愛事とかね、彼のことっていうことで流れていくんではなくて、まずはちゃんと自分を優先して、5年後10年後、20年後でも30年後でもね、自分の未来のために今自分がなすべきこと、そこを優先して、歩んでいる人というのはやっぱり特別扱いされることがね、多いので、そんなことも考えてみていただくといいのかなと思います。さあ、そして3番目に行きましょう。3番目はこちらですね。はい、感覚への刺激です。人というのは常にやっぱり感覚でね、生きてることってすごく多くて、もちろん論理的にね、理性で生きてることもいっぱいあるんだが、同時にね、やっぱりこう感覚に基づいて、その場その瞬間の感情っていうのが変わっていくんですよね。だから印象的な感覚をね、彼に与えてあげる。例えばね、分かりやすい話でいくと匂いとか、肌が触れ合った時の感覚とか、音、声ですよね。そういったところで、印象に残るもの、その印象に残る感覚っていうものを彼に与えてあげると、あ、なんか彼女の声はすごくやっぱり耳障りが良くて良かったなとか、彼女の、匂い、つけてた香水とかがすごくなんか心地良かったなとか、それこそね、肌が触れ合った時の、なんか穏やかになれるような感覚とかって、あれなんでだろう、なんでそういう風に感じるのかな、やっぱり彼女のこと好きなのかなとかね、やっぱ彼女良かったかなとかね、感覚っていうのは理屈じゃないんでね、やっぱり記憶にも残りやすいし、その、残った感覚というものに対して人は、特に男性はね、理屈で後付けで考えていくので、あ、そっか、じゃあ俺好きなんだな彼女みたいなねそうなんかっていうぐらい、簡単にやっぱりその感覚に紐付けられて、好きっていう感情が生まれてくることが多いので、大体これもね、やっぱりこう特徴的な人、特に特別扱いをされがちな人っていうのは、大体そういうね、こう常にやっぱり特別な匂いとか特別な声とかね、特別な視覚というといけないかもしれないけど、もうそれこそ体の相性が合うとか、そういうことも含めて、やっぱこう彼女、この人を大事にしないと、特別扱いしておくからこそ、このね、感覚、自分が心地よいと思える感覚を維持できるんだということを、彼はね、本当にしつけられるというか習慣づけされるので、そんなことを意識してあげていただくといいのかなと思います。その辺のね、お話はだから特にこう愛おしいとこう男性がね、女性に対して思う時っていうのは、やっぱり感覚が作用することって結構多かったりするので、だからこういう感覚をね、彼に与えてあげていただくといいのかなと思います。リンク先こちらに出てるんでね、こちらを合わせてご確認ください。さあ、最後4番目です。最後はね、こういう話になってしまいますが、社会的なね、つながりをすぐに作ってしまう女性というのは、特別扱いされることが多い。社会的なつながりとは何か、例えば婚姻関係になってしまうとか、例えば、子供が生まれて父母というね、関係になってしまうとか、それこそね、家に一緒に住んでしまって、
まあ、共有財産を、ね、作ってしまうとか、まあ、何かしら、まあ、事業立ち上げるにあたってね、まあ、共同経営者になるとか、まあ、家買うのに、連帯保証人になるとかね、まあ、いわゆるこう一蓮托生状態に完全になってしまうと、まあ、これはねやっぱり特別扱いせざるを得ないですからね、まあ、そこに愛があるのかとかね、気持ちがあるのかっていう問題は、まあ、別の議論としてあるかもしれないけど、でも結果的にねもう社会的なつながりがあって特別扱いしないといけないよねっていう状態になってしまえば、まあ、こっちのものというふうに、まあ、お考えになられてね、まあ、そういう取り組みをされる方もいらっしゃるんで、まあ、それがいいか悪いか、ね、それが好きか嫌いかっていう問題はあるんですが、まあ、特別扱いというね枠の中で考えた場合には、まあ、特別扱いされることもあるし、まあそれも方法論としてはね、ありかなと思います。ということで、まあ今日は4項目ね、ざざっとご紹介を差し上げました。まあ冒頭申し上げたようにね、まあ実は2番、3番、4番は割と打足でね、1番が一番重要で、まあここさえね、しっかり押さえておくと、まあ大体2、3、4っていうのは、まあなんとなくね、そういう方向にも行ったりするし、まあ2、3、4なくてもね、ちゃんとあなたのことを特別扱いしてくれる人がいたりするんでね、まあそういう人を見つけて、そういう人と結ばれると、結果的にね、何もしなくても特別扱いされる女ということになっていくのではないでしょうか。現場からは以上です。